それでは初日初回にお越しいただいた皆さんにそれぞれご挨拶をお願いいたします橋本さんからお願いいたしますはいあのー、本日は足元の悪い中皆さんお越しいただきましてありがとうございます、えー、私はちょっとあれ喋ってもいいですかあの吉田監督とは4年前ぐらいにあ5年前ぐらいにあの忘年会でお会いしててでそこから監督の映画を見させていただいてこの作品 でご一緒することができて、で本日、あの映画化されるということで、大変嬉しく思います。短い間ですが、よろしくお願いいたします。続きまして、武田さんお願いいたします。はい。あ、皆さん、すみません、ちょっと入ってくるの遅れてしまって、申し訳ございません。えー、本日は短い時間ですが、よろしくお願いします。続きまして、芹沢さんお願いいたします。はい。えー えー、セクシャルドライブ初日を、えーえー、見に来ていただきありがとうございます、えー、栗田役の芹澤といいます、えー、今日は短い時間ですけれどもよろしくお願いします 続きまして、吉田監督、お願いいたしますすはい、えー、どうですねあのこの納豆という映画は、まあ、この3編からなるんですけども、えー、納豆という映画を撮ったのが、さっきあの橋本さんもおっしゃっていただいたんですけど4年前だったんですね、えー、そこからこう2年後にまたこの続編を撮って、えー、という形で、こういうふうに公開できたということが、えー、本当、夢のように思ってます、あの最初、4年前に撮った時は、まさかこういう形になるとも本当に思わなかったので、えー、非常にこう感,、えー、感無量です、ありがとうございました。ありがとうございます ありがとうございます、えー、ここでマスコミの皆様フラッシュを控えくださいこの後はフラッシュなしでの撮影をお願いいたします、えー、それではいろいろと聞いてまいります、えー、まず本日初日おめでとうございます、えー、皆様の本作をご覧になってみての感想をお聞きしたいと思います橋本さんからお願いいたします、はい、あの私は納豆という作品に出演させていただいたんですけどもあの。 そうですねやっぱり芹ワさんと池田さんのその会話のシーンがものすごく想像をかきたてられるシーンで私もあのドキドキさせていただきましたで実際私納豆の匂いするのかなって思われるような感じなぐらいな、はい、ちょっと複雑な気持ちでしたけど本当にあの普通の視聴者としてちょっと面白いところもあり本当になんかゾクゾクしましたね。 吉田康太監督は変態なんだなと思いながら。実体験なのかなとか思いながら見てました。はい。そうだと思います。<laughs> ありがとうございます。先ほどお会いしましたが、あの納豆の匂いは全くしませんでした。あの武田さん、お願いいたします、はい。えっと、私も最初に。 台本を頂い,いた時にあのタイトルからしてちょっとこう台本開くのを一瞬ためらってしまった瞬間があったんですけれども実際に読ませていただいてあなんて面白いこう発想なんだろうと思って。であの私自身 こうグルメのドラマをやらせていただいているので、こういった表現ができるのかなって正直ちょっとこう不安みたいなものもあったんですけど、でもこの面白いドライブに私も乗っかりたいと思って参加させていただけて、でこうやって今回公開までできてすごく嬉しいなと思います。ありがとうございます。あのラーメンを食べる姿めちゃくちゃ素敵でした。あ,ありがとうございます。で続いてセリザさんお願いいたします。はい。えっ、ー、と。 そうだなえっ、ー、となんか役者がこう現場で実感したこう感じとかその高揚した感じみたいなものをえと見てる人が共感できるというか実感しやすいものがこう食べることとあとエッチなことだったりってあるじゃないですかそのなんか本能に訴えかけるところでこうつながるというかその想像力 を吉田さんが信じてえー、撮ったんだなっていうのはあのー、すごく伝わりました。うん、はい、ありがとうございます。はい、絶対家には来て欲しくない栗田でした。<laughs> はい、えーと。それではですね。次に撮影現場で何かこうエピソードを残ってるものをいただきたいと思うんですけども、橋本さんいかがでしょうか？はい、あの4年前なので。 ほとんど忘れてしまってるんですけどなんかなんとなく覚えてるのはやっぱり納豆を食べるシーンでとにかく糸を引いて食べるみたいな感じの指導はあったような気がしますできるだけこうゆっくりとかそうですね糸が結構ポイントだったんじゃないかなって、うん、あのはい多分映画見た方はわかると思います、はい、糸がポイントでしたね。 忘れましたと。<laughs> いやこれあのちょっと僕話してもいいですか、はい。あのまあ4年前なんですけど僕はもうすごく覚えていて。 橋本さんは本当に素晴らしくて、ですねあの、まあ、この企画自体は本当にこう小さい企画から始まったんですね、であのまあ正直と撮影も僕とその撮影の方と、あとその蝉澤さんと橋本さんしかいなかったとほとんど人いなかったですよ、ね、たで<う>演出部も制作も全部僕がやってたんで、うん、でそういう現場だったんですけど、だからそのオファーする時も橋本さんが出てくると本当に思わなかったんですね、でダメ元で撮れて行ってみたら、本当に来てくださったっていうのもあったりして。 で現場でも、もうなんか、人がいな、いな、いすぎて。でもなんか、自分でこうご飯とかよそったりとかですね。納豆とか自分で用意したりとかして、もう食らってて。めちゃくちゃ素晴らしい人だなという、その印象しか僕はもうなくてですね。そう、納豆を、はいそう。で、あの台所。で、混ぜてるのは覚えてます。そ、はい、そうそう,そう自分で全部用意してくれてますよね。はい。はい。いや、本当に素晴らしい。ですね。い<や>はい。そうですよね。そんな感じで撮影されてて、本当に。全く、どこで。 あの公開されるとかも全然決まってなくて、うん、でも楽しかったですよねその感じが、ね、僕はめちゃくちゃ楽しかったですねすはいんでこんな素晴らしい人が本当にいるんだっていうことを本当に知った日でしたね、えー、あれはそれも忘れてるぐらい結構昔願いです, <laughs> すいませんしょうがないと思いますありがとうございます納豆、えっと、撮影から少し時間経って背脂にんにくマシマシの撮影だったと思うんですけども 武田さんいかかがでしたでししたょうか、はいあのー、先ほど台本読む時っていうお話をしたんですけどその時に納豆も拝見させていただいて、まあ、やっぱ納豆を見たっていうのもそのこの作品に携わりたいって思った大きなきっかけの一つでその、まあ、性というものを表現はしているんですけど全くこう下品ではないというかやっぱ橋本さんもすごい美しかったですしなんかそれに惹かれたので。 やりたいいなって思っていてて思現場でのそのエピソードで一つ言いますと多分見終わった方で気づいてる方いらっしゃるかもしれないんですけど私の隣に足立慎さんが実はエキストラとしてラーメン食べてあと篠原哲夫監督とか、ね、鈴木太一さんとか結構本当にもうなんか私は逆にちょっと緊張してしまうような映画人がたくさん周りにいらっしゃったのでそれがすごく印象的でした。 なるほど皆さんね結構がっつりラーメン何玉ぐらい行ったんだろうってぐらい言ってましたよねでも皆さんは多分なんかちょっとセーブしながら食べてましたけど <laughs> 武田さんが一番食べてましたね <laughs> もう美味しかった本当すごいですよねなんか23倍 <laughs> 食ってました、ね、食べましたね次の日本当と口の中がすごかったです <laughs> 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 ニンニクの香りでそうですねはいでもなんか僕はすごい印象的だったのが、はい、そのタイラーメンのお芝居じゃないですかでタイ人じゃなくて、はい、でそのめちゃくちゃうまいんですね そのなんか食べる芝居が本当めちゃくちゃ負けて、まああの我が子だけもあるのかもしれないんですけど、でもなんかそれとまた別のそのある種こうラーメンにまずちょっとこう興奮するというかそういう芝居もあるじゃないですか。そういうのもなんかその見事にやってのけていくありがとうございます。ただも一回だけなんかその正解が分からなくななる時があって、あのなんかめちゃくちゃやった時ありましたよね。あれがすごい覚えてるなと思って、なんか誰も正解分からなくなっちゃってなんかすごいことやってましたよね確かね。あれですか口の周り結構油だらけに。あそう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 それでなんかこうなんか一緒 感じたりとかしてそうですねちょっとやりすぎなくもう本当にある意味こうラーメンとのアクションシーンみたいな気持ちでやってましたあそうなんですかはい対一の結構やっぱインパクトの強いクなので負けないようにっていう気持ちでやってラーメンとアクションシーンだったんですねアクションシーンでしたねあれはですよね芹沢さんいや僕も現場で見てたんですけど面白かったんですんかの本当ラーメンと戯れてる人を見て なんなんていうのかな、ラーメンに抱かれて抱かれてる今っていう感じがすごく面白かったですよ。<laughs> 本当ですか。はい。なんてこもっはい。やつい,いや本当すごかったです。はい。本当にすごかったです。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> では続いてまあ作品全体を通して栗田という役で出演していただきましたセリザーさん。はい。あの食べるのがめちゃくちゃ下手な芝居のセリザーさんなんですけども、はい <laughs> えー、どうでしょうか。<laughs> そうですねそうだな、お二方、橋本さんも僕、見てたんですよ、納豆食べると、はい、現場での現場に、はい、そっか、一緒のシーンではなかったで僕は見てたんですけど、はい、もうね、面白かったです、面白かったというか、もうその前段、<laughs> なんていうのかな、この脚本の前段を知ってるから、うんあの、どういうふうに食べるんだろうと思った、うん、いやなんかいい、いいですよね、生活感がなんか。うん にじみ出てて素晴らしかったですね <laughs> あのはいそうですねそうですねちょっとフォ,ロフォローというかあるんですけどそのフォローというか、まあ、そもそもその脚本があって納豆という脚本があって非常にこうまあすごくこう実験的な映画じゃないですかで内,内容はちょっと見た方は分かると思うんですけどもあの橋本さんから納豆の匂いが発するかもしれないみたいな映画じゃないですかでよくは受けたなっていうふうにまずすごく思ったんですけどはい。 だそこはそうですね<ー> NG ないんですよ。<laughs> あと私の中でもそういう抵抗感ないんですよね。ある、ね、意味そう思われてもいいぐらいな感じのある、ね、意味そうですね変態っていうかあのその時ちょうどグラビアもすごいやってた時期だったので、えーえー、そのグラビアってやっぱりどう,こうひょそれも表現なんですけどああいう妄想の中で。 いる。そのエロスも素敵だなと思って。まあ全然納豆の匂いと思われてもいいかなって思ってあ。ああ、そう、はい、あ、それは聞いて安心しましたな。なそうだったんですか。良、はい、かったです。はい、わかりました。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、で、続いての質問に移らさせていただきます、えー、今作は星座さん、演じる栗田がキーマンとなりますが、海外映画祭などでもこの栗田への質問や興味が一番多くありました。 えー、栗田を相手に演技した皆様は栗田というキャラクターをどのような人物だと感じていますかまた性,性を直接描かないこの作品、えー、先ほど橋本さんもおっしゃられてましたけども想像力を妄想を豊かにするこの作品をどう感じているか栗田とこの作品に関してお答えいただければと思います橋本さんいかがでしょうかはい、あの栗田に関してはセクシャルドライブの映画と同じで人それぞれがその 感じ方どういう人物かなって想像できるものがいいと思うんですよね。だからこうって決めないで。そうですね。すごい。想像を掻き立てられるような人物なので、その人その人で。あの感じるのがいいと思います。で、こういうやっぱり本当に直接的なエロスはないですけど、妄想で。あの表現される方がすごく。私はこう？ グッと来たんですよね <laughs>。その方が好みだなと思ったので、結構あの男性も好きかもしれないですけど、女性の方も結構こう妄想をかき立てられる方が好きな方も多いと思うので、女性にも見てほしい映画ですね。ありがとうございます。はい。なん,ででなんあの橋本さんにすごく印象的なのが。 納豆を食べるシーンでで意外とと時間がなくなくっったたこもあんす、うん、それであの何回もできないかなんと,とこもあったりしてでその時に橋本さんにとりあえずあの食べてくださいみたいな感じでお願いした時に一発目でやった芝居があれだったんですよ。でそれが僕すごいなと思ってというのは今栗田の質問でもそうなんですけど栗田ってこう実在するかどうか分からないじゃないですかでそれでだからその栗田に会ったであろうす、え、み、ー、役と、えー、会ってないであろうすみ役って両方実はパターンがあるんですよね。 でもその橋本さんは見事の中間をやってのけたというかあのどっちでも撮れるお芝居したんです、ね、でその映画としてはなんかその食べ方がおそらく正解だったんだなと思ってだからそれが本当に僕は印象的ですごい,すごい人だなって本当にいやでも難しいですね、の今あのその時はまだそんなに女優業そんなにやってなかった時で <laughs> 今いろいろ作品を得てやったら多分 すごいっっちゃってるかもしれないでもそっちの方が面白かったのかなとかも思いますし難しいなって思いますじゃない方がいろいろ想像をかきたてられるのかなとか難しいですね今やったらもっと分かりやすくやっちゃうかもしれないですあなるほどねでもなんか直感でやっぱりあそこに行けるっていうのがやっぱ本当すごいと思いますけどね。と、はい、<ー>思いますし僕もんあれ見てありがとうございます。<laughs> 続いてクリタに関して武田さんそうですねあのまあこう男性からしたらちょっとこう怖い存在といいますかちょっとこう未知の世界に連れて行かれる存在ではあるんですけどなんか栗田はすごくこう誰かの代弁になってくれる存在でもあるなと思っていてあの私の自分の回で言うと本当にあのモ,モカっていう女性は 栗田によって自分のなんか強い意志みたいなものを見つけられたし逆にあの男性側の方は罪悪感だったりなんかそういった自分の中にあったけど気づけなかったものを気づかせてくれる存在でもあったので何かそういうなんか人の心のなんか隠れているものをこうつついてくれる存在なのですごく。 素敵な人だなって私は思いました<ー>、えー、本当ですか <laughs> 私は会いたくないですそ, <laughs> そうです、あんな顔の庄屋ですよ、ね、<laughs> <laughs> ありがとうございます、えー、ちょっと興味がありましてお聞きしたいんですけども今世界エロスな食材が題材となっておりますが皆さんエロスを感じる食材は何ですか <laughs> 一言でズバッと答えていただければと思います、はい えー、橋本さんお願いします。マンゴー。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> 武田さん。理由いらないですか。<laughs> 理由理由は言って大丈夫ですか？はい、はい、あのもちろんです。あの名前もそうですけど、あの感触とこみずみずしさ。 さすがあんまり言うとあれですねそろそろやめとおりましょうオフィシャルも入っておりますあのマスコミの皆様も入っておりますので武田さんいかがでしょうかちょっと本当に一番難しい質問なんですけどケバブでの最近私こう街中歩いててケバブ屋さんを通り過ぎた後に必ず一回戻ってしまうんですよで、ケバブってお肉が 丸出しにななってて焼かかれてるじゃないですかもう絶対買わなきゃいけない雰囲気というかもう欲に負けてしまうのであのあの映画の時の桃佳もあのラーメン屋にこうスーッとなんかおびき寄せられるみたいな瞬間とか似てたのでケバブ屋さんですケバブですケバブ屋さんじゃないケバブケバブに興奮するそうですねもうお腹いっぱいなのに食べちゃいたいってなるのでケバブですね最近はいすありがとうございます えー、盛り上がってまいりましたがここでお時間が迫ってまいりました元 <laughs>、えー、お聞きしたいんですけども、えー、最後に皆様から観客の皆さんにメッセージをお願いしたいと思います橋本さんお願いいたしますはい、あのー、今回そうですね 3, 3作品あの一緒にオムニバス形式で映画化になりました、えー、本当にでも どの作品も違う感じの想像を書き立てられるのですごくあのあっという間の私も2時間ありましたこれ1時間半ない70分です70分です2時間ないんですよねすそす2時間ないんだそ,うそ,うんそれにしては短いはなと思ったんですよだから短いんですよねそう体感が短いというかう70分なんです <laughs> 70分なんて、ね、短いですねでも本当にあっという間な70分でした <laughs> あのこれは多分あのそうです、ね、結構セクシーな内容ではあるんですけどカップル子供もさんはまだ見れないかなあのお一人でもお友達とでも見に来れる映画だと思うので <laughs> ぜひまた皆さんお友達を誘って見に来てくださいよろししくお願いしますあ,あとはそうです、ね、この大音量で感じてほしいです。 ぜひ劇場で見てください。ありがとうございます。濃厚な70分だったということで。<laughs> 続きまして竹内さんお願いいたします。はい、えっと、うん、そうですね。あのちょうどゴールデンウィークに公開ということで、こうゴールデンウィークらしい映画多分今たくさん公開されていると思うんですけど、なんかこのなんだろうこのご時世だから見てほしいですっていう映画ではないんですけど。 そういう映画があっても面白いじゃないかって今すごく思っていて本当にフラッと映画館に立ち寄ってこの世界観に入り込んで何かこう自分の知らなかった感情だったり想像だったりそういったものを何か見つけながらこの作品を楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。あのまあ公開期間は短いので あのぜひなんか口コミだったりそういったもので皆さんが一緒にこうこの作品と一緒にドライブしてくれたら嬉しいなと思いますなのでよかったら感想とかつぶえてください全部チェックしに行くので本日はお足元の悪い中ありがとうございましたありがとうございます続きましてセリザワさんお願いいたします、えー、今日はありがとうございましたあの映画の内容は 食と性なんですけどまあやってる僕からしたらえっ、ー、と結構ピュアっていうか純真な純粋な気持ちでこう芝居に打ち込んで、あのーまあ、4年前に吉田さんが何の誰からも頼まれたわけでもなく、えー、自分が撮りたいといったものをこうすごい純粋な形でえっ、ー、と やり始めて、えー、それが今日、えー、映画館で劇場公開っていうところまで、えー、持って行ってくれたので吉田さんにすごくえっ、ー、と本当に感謝してます。あのー、えっ、ー、とできれば本当にたくさんの方に見てほしいですし、えー、んなんかねこうちょっと ハードルが上がりそうなあれでもあるじゃないですか。え、エッチなのかなとかって全然そんなことないので、あの、あの騙されたと思ってあの見に来てほしいです。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。では最後に監督お願いいたします。はい、あのそうです。今あのセリダーさん皆さんもおっしゃっていただいたんですけども、まあ、今あのなかなかそのまあ、今のご時世というか。 まあ、性を対してこう声高、まあ、にこう言うっていうことが非常にこう、まあ、遠慮されるというかですね、えー、なかなか言いづらい感じがあるのかなって気がしてるんですけども、まあ、でも僕はなんかずっとその性に対して、えっと、描き続けてきていてでなんか描きたいことはやっぱりその自分のその性みたいなのを閉ざすんではなくて、まあ、開いていくで開いていってそこはあの性だけではなくてやっぱり生きるっていうことだったりとかをやっぱり肯定的に捉えていくっていうことをずっと描きたいなというふうに思っていて。 でこの映画まさにそのそれをま僕の中では集約した映画かなというふうに思ってますなのであのまあ、タイトルはもこういう感じなんですけども一回劇場に足を運べばあの意外とこう楽しめる作品だと思いますのであのぜひあの劇場にお越しいただければなというふうに思ってます今日はありがとうございましたありがとうございますありがとうございます。